ました札幌浩二選手です。ありがとうございました。ありがとうございます。決めれてなかった、サポートの皆さんの前で決めれていなかったので、こういうチームが苦しい中で決めれたっていうのは非常に嬉しいです。そうですね、まあ、この時からフィーリングっていうのは良かったので、あの位置の練習もしましたし、あ、入るなと思って、はい、これはイメージ通りだということですか。そうですね、また蹴るポイント、スピード、落ちる角度、全部完璧だと思います。ようやく内藤さんのポーズができたなって感動しました。そうですね、本当に最初に言ったように久しぶりに、まあ、ゆっくり聞こえてくれたので、自分の中のモヤモヤっていうのも取れたかなと思います。チームは今シーズン初の1勝を作りました。この1勝というのは大きいじゃないですか。そうですね、まだまだ上位の対決も残ってますし、今日っていうのは必ず勝たなければいけない試合だったので、まあ、いい結果で終えれたっていうのは良かったと思いますけど、まだまだ試合は続くので、一戦一戦一戦集中して戦っていきたいと思います。その残り6試合ですから、最後どんな姿勢になっていきましょうか。そうですね、今日みたいにチーム全員で走る戦うというところを皆さんの前に集中見せて、最後は皆さんと笑って喜びを終えれるようにやっていきたいと思います。次も楽しみにしています。札幌浩二選手さん、おめでとうございます。はい、その時は大きな拍手を持って迎えてあげてください。